はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8ラクリモサオブダナ続きをやっていきたいと思います。とりあえずこの森の探索ですね。なので進んでいきましょう。ま、前方に見えるこれは壊せますね。あいたこのイモムシちょっと周りと同化してて見づらいな。とりあえず外壁からまた地図を埋めていかないといけないんで。お、いるね。おーっと、おーらっ、おーらっ。やっぱりね、スキルは使っていきましょう。ん、まだいるか。草木に隠れて、あ、これ蜂蜜っぽい。蜂蜜だ完全にモンハンだな。あー、また敵がいる。痛い。あれ、毒になったのじゃ。これは毒消し装って1個持ってたよね。毒消し薬てか、おっさんも毒になってるし大丈夫か。もうないぞ。この裏に宝箱がある。ん、どこだ。あ、これか。ブレイドリング、これはアクセサリーですね。アクセサリーを2つ装備できるんで、力っていうか攻撃力かが10上がんな。よし。てかアドルだけやたら強くなってるけど、他の2人大丈夫かな。全然装備させてないけど。ここら辺のものは破壊できなくて、前にあるやつが破壊できるな。でも敵がいる。まずは敵をぶっ倒す。ん、どれだ。え、あ、これか。また前方にも宝箱がありますね。このおら、アクションが上がった。お、ライブスラッシュをひらめいた。ひらめきシステムか、まあ、ひらめきシステムではないと思うけどね。でもソニックスライドってまだレベル1なんだ。ネクスト34って書いてあるけど、どれくらい経験値が入ってんだかよくわかんないからな。ライズスラッシュ、跳躍しながら素早く敵を切り上げる。CCC か。攻撃力的にはエリアルスピンが強いっすね。まあ、とりあえずセットしていきましょう。で、宝箱が上にあって、なんか光ってんだこの宝箱。防獣爪かける3。あ、ここにも蜂蜜がある。てか落車が今戦ってなかったか、誰かと。で、なんかこっちにマークがありますね。あ、これはあれか、協力してどかすやつか。必要人数8人、現在6人ってことは、仲間を集めてこないとまだ開けられないってことか。じゃあこっちへ進めばいいのかな。これぶっ壊しておいて、あ、狼がいる。この俺の行く手を遮る者は誰もいない。鉄鉱石。あ、いや、クエストイベントなんてあったよねちょっと最初のやつやって、ベッドを作ったっきりやってないけど。まずはこいつを倒す。後ろから今ポイズンガスが飛んできたな。いる。そうですね、今頃とりあえず殲滅したか。こっちにも行けるね。まあこっちの方から攻めていく。う、上に、上にいる。何、さすが狼っぽいな。てかすげえ攻めるとこ行ったのかな。ん、まだいるか。てかいつの間にかすげえ減ってる。これは回復させないと。コンピューターって全然ヒットポイント減らないよね。すげえな、なんでだろう。これを回復させるのにはちょっと時間がかかりそうだな。向こうに敵が見えるけど、あのね、イモムシが厄介なんですよね。毒液を吐いてくる。おーおーおー、よし、レベルアップ。いけ。どっから来たこの狼。こっちにも敵がわんさかいな。
これはパクっておく。これは壊せないか。こっちの方にもちょっとモンスター軍がいるね。まずここの鉱石を壊そう。てか新しく覚えた技も使ってみよう。どっちだなんかいまいちわかんねえな。あっちにも敵がいるね。ほら、お、上に釣り上げる感じか。基本的にはまだガンガン技は使っていける感じですね。ただ消費量がそんなに多くない。さあ毒になった。もう毒消しがないよ。でこれはこっちに行けるようになった。あー、ここ通じたってことか。てか毒やばくねこれえ、回復するのかな。全然回復しない他の二人は武器しまい出したけど、毒ちょっとどうしよう。なんかある、毒回復できんの。岩塩とかヒットポイント回復するんだ。蜂蜜は一応ヒットポイント8回復する。いやそんなことよりね、毒だよ毒。うわー、ちょっと回復できるものがないな。このまま進んでいくか。立ち止まっての回復もできないから、まあ、とりあえず走っとこう。運動してね、毒を体外へ出す。あ、これ壊せんね。なんかない、小さな歯とか噛んでれば。てか毒いつ治んのこれ一生毒なんだけど。え、ちょっと本当に体力まずくないかこれ。毒かなり脅威だな。ちょっと毒消しをいっぱい持っとこうこれ。痛い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 。まあ、来るの実はちょっといっぱいあるから使っちゃおう。来るの実を食ってさ、毒が治るとか。ここは？え、こここれだけ？こっち側とかだって落ちたら落ちれねえし、戻っちゃうなって思ったけど。戻んのか。ってことはさっきの分かれ道とこだ。ここ行けねえしこれ段差がいまいちまだつかめないんだけど。いや毒マジでどうしよう。徐々にヒットポイントを回復してなんとかしのぐしかないか。前方に敵が一体見える。いや見えないけど点が見える。あれどこにいた。ここか。何にかわされた。いいところを持っていかれた。あれこれ上はいけないね。ってことはこっちか。いやーちょっとヒットポイントがまずいなこれ。ただね、今からちょっと戻るっていう気にもなれないしね。イベントが始まった。へばってんの。ずいぶん遠くへ来た気がするぜ。アドル、そろそろ休憩させてくれ。まあアドルはさすがにタフですよね。疲れたのかい、だらしがないな。ってか俺毒だよ俺毒になってんのに頑張ってんだよ。まったく君たちと来たら。まあ、ここで休憩って言っても別に休むだけだよね。まず俺はさ、毒を治したいんだけどさ、こう前方に回復ポイントが見えんだけど毒だよ毒。まずはやえ、まあ簡単に言うと野宿でしょ。
漂流村へ戻るか我慢してもらうしかないな。まあ、ここはちょっと気にかけていきましょう。なんか好感度っていうのもあるからねまあこういう選択肢で好感度が反映されてくるのかよくわかんないけど、野営の経験か、任せてくれ。樹海で毎日野営だった。これってあれかな、セルセタの樹海かな。まだね、世界はあんまり知れ渡ってないんですよね。そう、世界地図的なものは多分普及してないんで、この世の中は。まあだからね、冒険家っていう人がいるんですけど。あ、これ作ったのか、すごいね。島には街の明かりもありませんし、日が落ちたら真っ暗かと思ったのですが、月と星の明かりがこんなにも明るいなんて。で、もともと月は2つあったんだっけな。なんか忘れちゃったな、その設定は。海で方角を知るための貴重な道しるべよ。日が落ちて周りが見えないからこそ見えてくるもんもある。サハド、あなたはなぜ漁師になったのですか。お、なんだなんだ急に。そうだな、要するに他に選択の余地がなかったからだ。わしの育ったクレテ島は海以外に何にもない島でな、子供だろうと腹が減ったなら自力で魚を取ってくるのが当たり前。とにかく生きるということは魚を取ることだったのよ。てか毎日魚食ってたの。そうすると私には想像もつきません。そのように過酷な毎日で辛くはなかったのですか。過酷か、なるほど。確かに辛いことも多いし、散々理不尽な目にあった気もするな。海は母ちゃんのように優しい時もあるが、時にはこれ以上ないほど暴力的だ。うん、今回思い知ったよって。お前は毎回思い知ってるだろう。そうですね、私もです。だがな、今回のような目にあってもわしは海を尊敬している。海は豊かで、そしてとても偉大だ。うまい飯も生き方も、海はわしに全てを与えてくれた。生き方もですか。おうよ、大きな海と向き合うにはまず小さな自分を認めなきゃならん。海を前にしてちっぽけなわしが虚勢を張っても何の意味もないからな。ちょっとしたうぬぼれがあっという間に命の危険につながることもある。人間なんて本当ちっぽけなもんよ。あ、それに気づいた時わしは思った。後ろに回復できる身が見えるんだけどあれも欲しい。ちっちゃな自分を認めてごまかすことなく生きる覚悟がいる。そうして初めて自分なりに物事に立ち向かえる気がするのよ。大人だね、サハドは。だからわしは物事をごまかすことが好きじゃない。今までもこれからもありのままの自分を貫きたいのよ。今のまさかサハドが分かった気がする。これは何、触れない方がいいの、触れた方がいいの、どっち
今もまさか。まさか。大自然の中でっていうのがまた気持ちいいね。ありのままの自分。さて、出すもん出して。すっきりしたら眠くなってきたな。二人とも。おならして眠くなるって。そうそうないと思うんだけどね。ちょっとお待ちなさい。お？回復ポイントがでかいな。サハド、あなたの寝る場所は入り口側です。真ん中がアドルクリスティ。私は一番奥で寝ます。いや、風向きを考えると。私が入り口側の方が。あれ、とりあえずこれで毒が治ってくれればそれでいいんだけど。しないでください。全開するかな。ようこそ大樹の寺院へ。あなたたち大樹の巫女候補者は今日からここで過ごしていただきます。また夢かこれは。風を読み、炎や水を操り、時として未来を予見する力。あらゆる断りに干渉し、さまざまな事象を移しように呼び起こす力。我々はそれを履力と呼びます。今、類まれなる履力の資質に恵まれた者たちがここに集いました。あなたたちはここを学び屋とし、研鑽を積んでいただきます。そしてこのうちの一人が次なる大樹の巫女に選定されるのです。知っての通り、大樹の巫女とはこのエタニアにおいて女王と並ぶ存在。各自心して励むようティモに命じていただきます。はい。そんな体育会系じゃないか。おかしいな、確かこっちだと思ったんだけど。ここは、わあなんて立派な木。もしかしてこれが王国を支える始まりの大樹。何かが見えた。灰色の余地。今のは女の人？おやおや、候補者の娘かい。ここは立ち入れないはずだが。てか顔見えないけどさちょっとおばあさんチックに行ってみたけど。大樹の巫女様、始まりの大樹って女の人が眠ってるのですか？ん？ごめんなさい、わけがわからないですよね。もしかしてお前さんにも見えたのかい？なにー？はい。お前さん、名前は？ダーナです。よくお聞き、ダーナ。お前さんが今見たものは決して誰にも教えてはいけないよ。マジか、見てはいけないものを見てしまったんだな。それはこの世のすべてを覆してしまうかもしれない。そんなんなの？そうだね。もしお前さんが巫女になったら、その時が訪れるかもしれないね。ん？何の？ようやく教導師様のお説教から解放されましたね。あ、扉開けた音か。サライちゃん、迎えに来てくれたの。あ、こいつか。私だけではありません。そこの怖い顔したお姉様も一緒ですわ。あ、オルガちゃん。あ、オルガちゃんではない。まったくお主と来たら。無許可で外出しては王都の闇市場に入り浸る。見学と称して無断で祭具室へ立ち入っては物を壊す。今回は試しの儀を抜け出して大樹の庭園に忍び込んだというではないか。少しは答えたらどうなのだ。
ごめんなさい。それで、お前のことだ。大方砂胸元に隠しているひな鳥を助けるため庭園に入ったんだろう。どうしてわかるの。さっさと手当てを済ませてきたらどうなんだ。ぐずぐずしていると今度は夕食抜きになるぞ。ありがとう、俺がちゃーんって。こいつら同期かな。何がおかしいのだ。いえいえ、何でもありません。巫女第一候補のあなたが随分ダーナさんの心配をなさるのですね。それはお前も気づいているのではないか。何をです。苦しんでいる者の存在を知るとダーナは必ず救おうとする。本来ならそれは褒められて叱る行為かもしれんが、あいつはあまりに後先を見ていない。はっきり言ってめちゃくちゃだ。微笑ましいではないですか。いや、そういう類ではないのだ。今はまだいい。だがこのままではいつか。そうだね、あんまり自分勝手に暴走すると周りの仲間たちにも被害が及ぶからね。あんまり疲れが取れてないっていうそんな顔だな。まだ眠そうじゃねえか。最近妙な夢を見るんだ。おお、意外にいい感じの野営地を作ったんだね。え、野営地各地に作るの？おお、なるほどね。じゃあ今回作ったあの葉っぱの家は残しとくんだね。お、野営地。野営地を設営するといろいろな便利なことがある。休むとヒットポイント SP、エクストラゲージが全開と、焚き火で料理が行える。野営地にも水晶石があり、移動ポイントとして、使えますと。周辺のイベントポイントが地図に記された。さあ、行ってこい。あれ、鳥。え？これだ、これ。夏の実を取るぜ。あ、やっぱり毒はでも回復してるね。よしよしよし。ここら辺のものはあれだから。てか、これ触ってある。あ、触ってあるね。あ、ここが野営地ね。料理する。料理って何ができるんだっけ？なんとかのスープだよね。魚介スープか。岩塩と白肉。ヒットポイント400回復してブレイク率アップ。効果時間は、まあ、5メモリのうち3メモリ分か。まあ、ヒットポイントはでも回復してあるから、まあいいか今は。じゃあちょっとこのまま、また先へ進んでいきますか。だいぶなんか、奥地に来てる感じがするな。いやー、だいぶなんか、深いね。え、竜気サンゴの森？サンゴ礁みたいな地形。おお、なるほど。どうしようかね。まあでもちょっと行けるところは調べておきたいから探索するべきだ。
ちょっと敵がいる。というところで、じゃあちょっと龍気サンゴの森に入りましたので、今回はここで、一旦終わりにして、まあ、次回またこの森を探索していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。